さあ7回目の出場で4回目の優勝を目指す鈴木啓司選手、そして3回目の出場で3回とも決勝進出、2回目の優勝を狙う石井聡選手、改めてこの2人のですね、はい、決勝戦を展望していきたいと思うんですが、はい、まあ、共に同じ国士舘大学で稽古を積んでいるということで、はい、非常にやはりこう僅差になるだろうということはまず予想されます。そうですね、まあ、相手ですし、はい、まあ、鈴木の方はですね、足技から、大外、内股、払い腰と、まあ、石の方はですね、間合いを取って、大内刈り、大外刈りというような感じになると思いますね、はい、ご覧のように決勝で両者これで3年連続で当たるわけなんですが、それではその過去の対戦の VTR をご覧いただきましょう。おととし初出場、19歳4ヶ月でこの決勝進出、そして3連覇のかかった先輩鈴木啓司選手との対戦でした。残り時間あとわずかというところ、旗判定になるかというところだったんですが、この時のですね、はい、鈴木がもう一方的に押してましたからですね、本当最後の最後この大内刈りだけだったですから、この時は鈴木は本当に釣り手を離していました。そして去年の決勝です。こちらはやはりその前の年と同じようにこうやって寝技ので長く攻める場面もありました。もう一歩で抑えるかというところまで行ったんですけれども、しかしこれは文句なしの旗3本、はい、まあ、ですからどうでしょうね、一昨年の試合もですね、はい、その最後の有効というのがなければ、はい、鈴木選手に旗が上がったんではないかと。いや、もう上がってたでしょうね、はい、いうことから言うとですね、はい、やはり今年もやはり試合を通して鈴木選手が押しに押すという展開が、私は、まあ、やっぱり鈴木の方がですね、部がいいんじゃないかなと。ただやっぱり6分間、はい、最後の終了ブザーが鳴るまでですね、気を抜かないということですね、はいはい、道谷さん、はい、2人がもう試合場のすぐそばまで来ていますけれども、はい、準決勝戦い終えてですね、鈴木選手鼻血が出ましたよね。そうでした。その止血をしながら石井選手の試合を見て、はい、一旦控え室に戻りました、はい、そして今またこうやって出てきました、はい、石井選手の方はですね、今日はずっとそうなんですが、試合終わるたびに控え室に戻って、はい、両腕のマッサージを入念に受けて、うん、そして今この試合場のそばまでまた戻ってきました、はい、同じ国士舘大学ですけれども、国士舘大学の山内監督はですね、はい、石井については、鈴木ですね、鈴木については、はい、準決勝の高井の試合でだいぶ動きが戻ってきたという話をしています、はい、で石井についてはまだちょっと怪我の影響があると、はい、本当はもっともっとかけきる力があるけれども、決勝は勝ちたいと思った方が、その思いが強く出た方が勝つでしょうという話をされてました。さあ国士舘大学の現役生4年生の石井聡、そして国士舘大学から平成関西現在は勤めている鈴木啓司、3年連続でこの両者の対決となりました全日本柔道選手権大会決勝、お互いに視線を相手にやっています。あ、石井の方は今ちょっとその視線を反らして一旦椅子に腰を下ろしました。宗田選手との試合で見せた試合運びというのは非常に計算されてましたよね、はい、若干物足りなかったですね。去年井上康生選手と勝った時にも、釣り手だけの体落としを賭けにかけて、はい、まあ、どちらかというと賭け逃げに近いようなという ね印象もあったんですけれども、賭け逃げでしたね。そうですか、はい、さあ先輩相手に三度この対決挑む石井聡の試合運びはどうなのか。赤鈴木啓司選手、白鈴木選手、石井聡選手、共にジャンプしてから四股を踏むようにダンと両足を畳についてから同門対決です。まず正面に礼、そして開始戦を挟んでお互いに礼、6分間の試合が始まりました。
さあ石井が前に押していく、押していきます。あ、ここは強引に当てる。おいいですね、積極的ですね、はい、そうですね、はい、先輩の鈴木に突っかかるようにして今押していきました。逆に鈴木は奥襟を取る、相手のその突進を止めようというところで早くも足を飛ばしてきました。釣り手十分に取れるかどうか。両襟を取っている石井に対して今下から、おうせがり横倒し、横倒し、腹心の一人は技ありを出していますが、今の内刈りうまかったですね。すごいお内刈りでした。頭を下げられて、しかし逆に突っ込んでいくようにして大内刈り、さらに寝技を狙う。ここは石井の寝技得意ですからね、はい、チャンスです。抑え込みは、あ、逃げる、ここからです、まだです、まだです、はい、まだいきます。横四方に入った、入った、上四方がためがっちり決まった。これは鈴木苦しい、6秒7秒、これは抜けられないか。この寝技の、はい、投げてからの寝技の変化、はい、本当にうまいですね。まもなく20秒、これで有効、あと10秒を切っている、25秒、これで技あり、あと5秒、どうだどうだどうだ、溶けた溶けた、あと2秒、技ありで止まった先輩の意地。2人の練習を積んできた国士舘大学、寝技の国士舘と言われる、まあその攻めもそう、しかしそして守りもそう、よく抜けましたね今、はい、あ、そして準決勝で出した鼻血がまた出るようです。今の技です、大内刈り。この大内刈りは思い切って入りましたね、はい、この投げた後ここからなんですね、ここからですね、はい、相手が向こう向きに逃げないようにまず上半身のうち肩のあたりからこうしつこく粘っていきます。そしてその後上四方固め、しかし鈴木もよく逃れました。まあ確かに寝技を逃れる時というのはその決まる際に、あ、井上康生選手が今出場選手たちの試合席に戻ってきました。今までは石井良かったです、はいはい、ただこのポイント取った後石井がどういった試合をするかですね、そうですね、はい、有効以上の技がこの両者の間で入ったのはこの3年間で初めてです。しかも大内刈りからの上四方固め、もう私はこの、こっからの、はい、石井の試合展開を期待したいです、はいはい、まだこの段階でもポイントをリードしてから前に出られるかどうか、石井最後まで1本取りに行ってもらいたいですね。まだ試合時間はたくさん残っています。開始早々まだ30秒台での大内刈りでした。まだちょっと話、はいはい、鈴木ここは慌てずにですね、ええ、しっかりあの話を止めてですね、そうですね、はい、残り時間は4分23秒まだあります。あ、これは背中にも血がついているということで、はい、柔道着、予備の柔道着を持ってくるようにというふうに今高浜副審の方から声がかかりました。この試合は小俣主審、そして高浜副審、藤井副審、3人の審判がさばいています。試合時間6分のうち最初の1分37秒が過ぎたところです。あ、かなり大量に血がついています。先ほどの大内刈り、そうですね、鈴木選手が石井の頭をこう下げるようにしていた、引き手を切りましたね、はい、あ、そして下げながら、いや、ここ引き手を切りに行こうとしたその返しで、はい、そのまま入ったんですね。あ、なるほどなるほど、はい、ここですね、はい、この技がかかったというのも前に前に出ていた、はい、ああ、左足を一歩前に出して石井はもう突進の構えです。開始戦からじわっじわっと前に出て小俣主審に下げられました。さあ鈴木
残り2秒というところで技ありでなんとか石井の上四方固めを逃げました。ここから逆転できるのかどうか。まだ試合時間は4分あります。残り時間今4分5秒を切りました。さあ石井は前に出られるか。ポイントは大きくリード。しかしここから逃げてばかりいますと反則もきますからね、はい。まあ、鈴木の方はもうポイント取られてますから、はい、1本取りに行かないとですね、はい、いけませんし。100キロ級で北京に出場の決まっている鈴木、まあ、オリンピックでももっと窮地に立つ場面があるかもしれません。技ありをリードされているというこの窮地にどういう柔道をできるか。赤い帯鈴木、さあ奥襟を取って頭を下げさせる。引き手はどうだ、取れているかどうか。取っています。その瞬間また大内刈り。ああしかし大内刈りをかけてすぐ自分で亀の子の体勢になってしまいました石井です。残り時間3分を今切ります。時計はどんどん過ぎていきます。鈴木も技が出しにくいですか。鈴木の左手ですね、はい、釣り手の脇のあたりを、抑えられてるんで内股を透かされました石井です。あ、ここで今待っていた石井に教育的指導が来ました。まだポイントの上では大きく石井リード。内股を透かされそうになりました鈴木。もう逆に大外を狙った石井。さあポイント大きくリードされている石井。待てです。待て。これは石井が首を抜きに行ったということで指導を取られますね。あ、そうですね、はい、今の小俣出身のジェスチャーでお分かりの通り今首を回して道着を逆方向に回したということで指導が来ました。あれを抜いて技かければいいんですけども、はいはいはい、そのまま受けていました。鈴木としてはまた背中を狙っていく。あ、前に出る石井。しかしその逆に押していきます鈴木。若干石井下がり始めましたね。下がりましたね、はい、こういう試合の内容だとですね、はい、本当に優勝したいんだ北京で出たいんだという気持ちがあればですね、こういった試合内容はちょっとまずいですね。うん、さあ鈴木いい組手に持ち込もうというところ。大外に来ますが手を離しながらの大外刈り。今のも形だけですから逃げてますね、はいはい、さあ鈴木が組み止める。技に行きたい。右手は逃げている。あ、また待てがかかりました。あ、副審の一人藤井正蔵さんは石井の方に、いや二人の副審の先生は、はい、指導二人ともですね、はい、はい。ここで国内ルールでは衣服を直すときには両者座ってというところなんですが、残り時間は1分25秒。あ、副審2人ともですね。あ、今小俣主審は副審2人とも呼びました、うん、どうやら3人の審判の意見は一致したようです。これで注意ですね。注意になります。これで有効のポイントは並びました。石井はこの後反則がありますと警告ですから技ありと同じポイントを失うことになります。さあ鈴木が抱えていく。あ、同じようなこういう姿勢を取っているとまた反則が来ます、はい、鈴木が前に出る。大内刈り、支え釣り込み足。ちょっと鈴木もしっかりした技がかからなくなっています。残り1分切りました。さあ鈴木もちょっと前に出られなくなってきたが待てがかかります。残り47秒。
このままいきますと技ありのポイントリードしている石井の優勝ということになります。鈴木はいいですよ、どんどん攻めてますよ、はい、前に前に、そうですね、はいはい、襟を取って前に出ようというところ、本当に投げに行こうとしてますから、そうですね、はい、最後まで攻めてもらいたいです。石井はちょっとまずいですね、そうですね、技が出ません。大内刈りに行く、ああ副審の一人が手を回して待てがかかりました。また呼びます。ちょっと全日本の決勝戦で見たくない、そうですね、試合内容ですね、まあ、はっきり言って石井はちょっとこう逃げています。いやもう逃げまくってます、逃げてますね、はい、優勝したいという気持ちは分かるんですけども、警告残り17秒、しかし有効のポイント一つ、石井リード。さあ鈴木残り8秒7秒、あっと体落としに行くが残り3秒待てがかかった、残り2秒、反則は来るのか、来ない来ない、このままいけば石井の優勝、2年ぶり2回目のこの全日本柔道選手権の優勝。宗田が、そして井上康生が見つめる中で行われたこの決勝、途中上四方固めで技ありまでポイントを取りました石井が、結局その技ありのポイント、反則は警告まで来てしまったんですが、その前に取った大内刈りの有効のポイントで結局最後逃げ切るということになりました。ただいまの試合、白、新選手の優勢勝ち、内容は有効。